皆さんこんばんは、えななです。今日は、今オーダーを受けている途中なんですけど、そちらの表紙を完成させていこうかなと思います。仕掛けファイルを作る、オーダーをいただいておりまして、中はまだ未完成なんですけど、先にちょっと、表紙を作るので、ちょっとアイディアとして100均のものでできるもので皆さんにもお伝えできたらなと思い、ちょっと今日は動画を回すことにしました。で、今いただいているオーダーがアイジェルさんのパン祭りと、いちごシリーズ、お友達のいちごシリーズで、仕掛けファイルを作ってほしいということで、中はお任せでやっていくのに、表紙どうしようかなと思ったんですけど、100均のダイソーですね、こちら。ちょっと高さはあるのがちょっと難点かもしれないんですけど、場所取るので。迫力満点にはなるかなと思って、こちらを使って、ちょっと表紙が豪華になるようにしていこうかなと思います。と、シャカシャカとか、そういったものがお好みの方は、こういった枠をもう使えば簡単にできるので、スポンジシートでやるのがちょっとまっすぐ切れないとか、そういった悩みがある方はもうこういった既製品を使うのもありかなと思います。でちょっとお店っぽくしたいので、パン祭りで行こうかなと思います。馴染みやすいようにちょっと表紙はこちらのデザインで先に貼ります。よく YouTube も見てくださってる方なので、できれば動画に残ったりすると喜ばれるかなと思って、今回はちょっと撮るんですけど、よくなんか表紙からやるか中からやるかとかで話題になると思うんですけど、私はそのまあ時々によって全然変わってくるかな。やりたい方からといったのが一番、先に表紙が思い浮かべば表紙から完成させて、それに合うように中を作っていく場合もありますし、中から作りたいと思ったら中から仕上げていって、その間に作る途中で、表紙を大体想像していく感じで基本的に私結構、テーマとかアニマルちゃん縛りでいくことが多いので、キャラクターを先に選んで作っていきます。もう正解とかはないので、自分が作りたいように作るのが一番本当にベストだと思います。そしてこれなんですけど、もしこう横から見てこの部分嫌だなと思えば、これをペーパーを貼っていきます。もちろんマステとかでもいいと思います。
で、上はちょっと隠れるので下だけで私は今回 OK です。でこんな感じで周りを貼ってあげればこう横から見ても違和感なくできるので、そしてでここを使いたいので、ここを切ります。この切りにこれ厚紙の切れ端なんですけど、ちょうどいい、このぐらいで、あ違う、この幅でいこうかな。この幅で高さ出ししたいんですよね。高さ出しをして、こうフレームが来るようにしたいので、まずこの2センチ分の高さが必要になってくるので、この土台と同じ横幅で高さ出しをしたいと思います。順番がごちゃごちゃになるんですけど、先に中から完成させようかな。完成させて貼ってあげた方が位置固定されやすいので、中を完成させていきます。もちろんシャカシャカにしてもいいですし、ペーパーを貼ってもいいです。どんな風に仕上げるかはもうお好みで大丈夫なんですけど、ちょうどこの子たち置いていいかなと思うので、まずはこれを使います。この子たちをちょっと入れます。で高さ出しをするときをこれちょっとこれは高さ出しをして液を作ります。ちょっと不安なんで画用紙2枚重ねにしようかなと。この幅が一応こういうアイディアあるんだぐらいの感じで聞いていただけたらいいかなと。これは、強度をつけるために2枚重ねしてます。まあ見えなくなるので基本的には、別にいいんですけど、高さ自体も 1.5 でいけそうなので、
でこんな感じで作れば 1.5 センチだと行き過ぎちゃうかな。このくらいの奥行きに1センチくらいがいいかな。でこの貼りたいところにこんな感じで貼ってあげれば高さ出しができます。どうしようか、こうした方がいいかな。でもこの子たちがこっちの方がいい。でここまで好きなようにデザインができたら、プラ板ですね。ここがねちょっと1センチより幅が狭いんですけど。これなら結構大きめのデコパーツとかも入るので飾り付けの幅が広がると思います。いつもだったら入れれるものと入れれないものと出てくると思うんですけど、高さがある分ほとんどのものは入るかなと。ドールハウスみたいな感じでもいいかなと思います。で、シャカシャカをされる場合はもしかしたらここもちょっと止めないといけないかもしれないです。隣のお部屋に行ったりとか薄いものは可能性的にはないとは言えないので、とかここに挟まったりとか、念のため貼っておいた方が無難です。ちょうどチェックとかはおすすめですね。線が入っているので貼りやすいと思います。
だから。これだけでも雰囲気がしっかりめになるので、ちょっと重いですけどね、若干。でも中これページ足していった、足すっていうか貼っていったら厚みが出てくるので、メモとかも入ったらこう開いてくるので、だんだんちょうどいいかなと。インテリアとしても置けるので。で、次に先ほど一番最初にやったこの厚紙ですね。これがここに来る形になります。でもこれが本当は足りるか、がこの幅で行った方がいいので、ここ全部ですね。これ多分2センチなんですけど、1センチとかで高さ出しても大丈夫だとは思います。屋根がこう1センチこう、あ、見えない、1センチこんな感じで斜めに行く感じ、もしくは高さだし、こっからそのまま降りる感じ、どちらがいいかになるので、どっちがいいでしょうか。1センチの方が可愛いかも。ちょっとやってみないと。どうしようか、切る。画用紙で高さ出しをしてあげてもいいと思うんですけど、部屋に置いた時にこう歪んだりとかがないように、一応これですね、私は厚紙を高さのところはやってるだけなので、全然ちょっと厚紙はっていう方は、画用紙のみで大丈夫だと思います。一応ちょっと囲んであげて、厚紙の横側が見えないようにしたいと思います。本当はこれそのまま長さを出したかったんですけど、急遽ちょっと高さを変更にしたので、こういった感じになってますが、
これくるんで開けてるんで。こういった感じで画用紙を切ります。で、両方に こういった感じで折り目をつけていただければ、この表紙部分にこういった感じで貼ればしっかりと高さ出せて、で、ここですね、この問題は同じ高さであれば問題ないんですけど、こう角度をつけると、見ていただける通りにこう浮いちゃうので、これを、すごい原始的なんですけど、4.5。ここから4.5で。ちょっと開けた方がいいです。線のところ 4.5 で折れ線をつけてみます。ってことは4センチでいいのかな。やっぱり良さげですね。このぐらいの角度であれば、ここの下の長さでいけそうです。よりほんの2、3ミリ長くしておけばあんまりがっつりいかなくても大丈夫な感じがするので、これでつけます。で、あとは、ペーパーですね。ここから全部こんな感じで、この途中だけ厚紙を、挟み込んだら、好きなデザインペーパー、もしくは画用紙ですね、を貼っていただいて、であとはここに見せたいデザインの形で作っていきたいと思います。私はこれを使おうと思うので、こちらのペーパーを貼って、
この折れ線合わせて貼ります。で、切るのが苦手な方はこのままでも全然いいとは思うんですけど、私はこれこのまま切っていきたいと思います。影をつけるかどうかなんですけど、で、こんな感じで切れたらこちらですね、こちらに貼ります。その時ちょっと斜めにやっぱりしておいた方がいいので、まずはページの方にくっつけてあげます。でクシュッてやろうと思ったんですけど、
ここまでできたらここを貼ってあげますから。で、グルーとかが確実かもしれないんですけど、端っこ1センチをつけて、ここから見てこう先ほどの折れ線ですね、でいくように、ちょっと一旦浮かして、ここをリボンでくくれば、昔はこういうやり方してたんですけど、こんな感じでここをリボンでくくるけど、私がリボン結びが得意じゃないので、なかなか可愛いリボンができず、今これ私はあのファイルの表紙としてやっているんですけど、もちろんボックスとかでも全然できるので、なんかバスのデザインとか、こう窓枠があるようなデザインの時にはすごく使いやすい。なかなかこの枠にこうやるっていうのは多分上級者でないと難しいかなと思うので、それがあのこの枠を使えば初心者さんでもちょっと凝ったような感じになるので、ぜひぜひちょっとやっていただきたいなと。シャカシャカが好きな人はね、こうシャカシャカを取り入れたりして、お店みたいな表紙でできるので、でここあの厚紙加えているので、こう上からの力にも大丈夫です。結構可愛いのができたかなと。で、あの、ミニチュアドールとか、そういった系が好きな方とか、推し活されてる方とかでも、こういったものを、表紙に、これを使えば、結構いろんなアレンジが効くかなと思います。ぜひ皆さんも、あの、ちょっとね、あの、見た目がすごいと、あの、難しいんじゃないかなと思って、やるのも控える方多いんですけど、意外とやってみると大丈夫っていう場合も本当にあるので、私のそのコラボライブの時とかは結構いろんな方が集まってきて、思ったよりできたっていう方も多くいらっしゃるので、ぜひチャレンジしてみてください。かわいい。もうちょっとね、こうカーテンみたいにするんであれば、中にデザインを寄せてきても
いいかなと思います。あとはあの個人のオリジナル感の出し方だと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。それではバイバイ。